エンタメ情報番組オールナイトテラコ、はい遅くなりました。まあ遅くなりましたってさっきね、ちょっと途中で入ってきましたけど。そうですね、突然。第2部。第2部。第2部って、まあ第2部から入りますとか言いながら、もうなんかちょっとサウナトークが面白すぎて。面白かったな。ついですか。いやもう本当に、ね、遠くの温泉近くのサウナって、私の耳の中ってか、そのぐる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 回ってるからさ。はい、ねえ、でも本当サウナあんなに入ったのになんで痩せないんだろうね。なんかでもなんかさっき言ってましたけど、うん、痩せるっていう感じ、そういう感覚ではない、うん、で、ね、デトックスとか、うん、その 代謝とか健康とかそれの方がやっぱ特化してるみたいですね、うん、まあそうだよね、だってまあ結局そのなんか水分が抜けるだけだから、うん、そんなになんていうのかな、それで痩せるっていう感じでもないんだもんね。そうですね、まあ、そこを体フラットにして、うん、そこから始まるんでしょうね、多分運動とかするとなおいいって感じになるでしょうね。あのサウナから出た後なんかぼーっとしてるんだけど、うん、でも同時にめちゃくちゃお腹すくんだよね。ああそうですよね。だ結局食べちゃう。なおさらですかね。確かに美味しい感じますもんね。サメ飯って言ってました。だからそうだよね。サウナ飯のことをサメ飯って言うんだ。いや本当にね食べるね。だからさっきもちょっと投稿で書いたけど、はい、東京ベマイハーマリーゾート行った次の日、はい、ひたすら食べた。例えばちょっとね今日画像と動画を持ってきたんですよ。あ本当ですか。はい、その次の日何を食べたかっていう、はい、まあ、この間ブログにも書いてるんで、テラコのことを知ってる人だったら、はい、ああこれねみたいなのが出てくると思うんですけど、はい、どうですかね。出ますか。出てくるかな。あいいよって、あこれ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 見てください。これラーメン。あラーメンですね。お行きましょう行ってましょう。ガガガガガガすごいですか。マシのマシってことなんですけど、これはあれですかね。え高級なやつですか。トリュフ。そうトリュフのトッピングなんですよ。削って削ってゴー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 とか言ってなんかこのトリュフ一粒入って、はい、でチャーシューという名のローストビーフが乗っかっていて、はい、一杯いくら。いやでもこれね私は答えを知っている。答えは知ってる。安いか高いかで それで言うと、うん、めちゃくちゃ高い。高いです。あ高いですか。高い。したら私こんな高いラーメン食べたの初めて。2000円とか。いや違う全然。え全然なんですか。でもっと上は JOPT は高いですよ。高い。JOPT は高い。うん、どうですか。いや、わかんないけど。いや、バカだなと思うんだけど、はい、これ一杯に16,500円。一生食べる。それ食べてきたんですか。食べてきた。マジですか。マジです。一杯。いや、一杯16,500円。マジ笑いですよ。いや、そんな。いや、これはね、多分ラーメン一杯に対してというよりはパフォーマンスにお金払ったんだと思う。いや、まあ。うん、だって券売機がクレジットカードしか使えないんだよ、はい、いやキャッシュレス決済ってクレジットのみですからね。まず現金入れられないし、で本当にね究極なのは水も出さないんですよ。へえ。だから水だったらもうミネラルウォーターを500円で買ってくださいっていうそういう世界ですから。うーん、ウーロン茶一杯ってハサエと一緒ですからね。いや俺すごい悪い意味じゃないですけど、ええ、俺これ食べるのは JOPT 出て天下一品いきます。ちなみに次の日私ねラーメン食べたんですよ。ガズガズ出てきます。次の日に食べたラーメン、うん、これフカヒレの姿煮のラーメンでフォアグラテイスト。でも、いやで姿煮を見て3000円台でなんか今までは手が出せなかったけど、16,500円のラーメン食べた後の3000円って姿煮って安いなと思っちゃった。そうです、ね、フォアグラで3000円台って超安くねみたいな感じで、ね、マシマシじゃないんですけど、これで上何乗ってるんですか。フォアグラ。あ上が、あフォアグラ、うん、うわやばい。でも確かに3000円安く感じますね。安く感じる。だからその金銭感覚がやばい。まあいいじゃないですか。やばいですよね。だこれだって最初高かったわけですよ。じゃあもう一回見てみます。そのさっきの555ね、はい、その16,500円。16,500円。もったいないですよ。結構トリュフこぼしてる。確かに。なんかノリですね。こういうやばいですね。で最後トリュフ拾って終わるっていう。
いやもうなんかあちこちにこぼれてるから一生懸命こうなんかトリュフ拾いみたいな。持たない持たないです。そうそうそう。でね、あそこにね、なんかなんだっけ、横に添えてあるやつがあるじゃないですか。私ね、本当はそのローストビーフだから西洋わさびだと思ってたの、はい、全然ただのニンニクだった、でトリュフの香りを楽しむっていうテイストなの、私が最初からそのニンニクガンガン入れたんで、正直言うとあトリュフねっていう前にニンニクの方がやっぱ強かった。確かに勝ったんですね。ニンニクが勝っちゃった。やっちゃった。でもね、ちょっと今日は写真持ってきてないんですけど、はい、なんかその3日くらい前にやっぱしびれラーメン食べましたね、はあ、銀座のろうそく屋の、うん、はいはい、さすがにね3日連チャンっていうか、まあ連チャンじゃないよ、まあ、なんか1日とか挟んでるけど、うん、1週間に3杯も4杯もラーメン食べてるとやっぱり具合悪い、うん、うん、そうっすね、まあ、美味しいもんを食べたっていうことはあるかもしれないですけど、美味しいもんなんですかね。いえいえ、これだけ出して美味しくなかったら大変ですよ。まあ、ですよ。ただね、残念ながら麺残しました。なんでですか。もったいない。いや、朝前浜のその東京ベイ前浜ホテルでがっつり朝食食べて、はい、バイキングとかなんだけど、はい、食べて、はい、でまあなんか10時前ぐらいに食って2時ぐらいまでの3時間、はい、いや消化できなかったな。でしかもとどめに夜、はい、フランス料理のディナーフルコース食べて、はい、それがこの一杯のフォアグラってはないや、そのトリュフラーメンと同じぐらいの値段なの、フルコースで。フルコース食べた後にこれですか。いや逆ですか。昼にラーメン食って夜にそのなんだフランス料理のフルコース行って、はいはい、これがね同じ値段かって、うん、なんかねすごい高いのか安いのか、高いのか安いのか、だからなんかフランス料理めちゃくちゃバリューだなと思いましたもん。ああまあそうですね、 お土産までついてフランス料理安く感じちゃいますね。そうなんですよ。だから1人16,500円のコースに行きましたけど、まあひっちゃうな。いや16,500円のコースってか、まあ、2人で3万超えぐらいなんですけどね。あ、だから昼間は、まあ、一緒に行った連れが払って夜私が払ったんですけど、結局行ってこいだから割り勘なんですよ、うん、結果的に。でもなんかうんうんって思いながら、これでも値段聞かなかったらそんなにありがたみ分かんないじゃないですか、うん、いや16,500円のラーメンこれから食うのかっていうとやっぱり緊張しますよ、それなりに、うん、まあ、一緒に一回食べるか食べないかですね。いやただね、次ウニって言ってたからちょっと行こうかなと思って、なんかいろいろコラボレーションするんだって、で聞いたらなんか本当にそのマシのマシってなんかお肉とかを提供 してるなんか、うん、なんかその霜降りのね、はい、なんかお肉提供するような、でも普通に行けば普通に行ってもなんか本当数万円レベル飛ぶらしい。はあ、そういうお店なんですね。まあそういうお店がラーメンをたまたま出していたっていう感じ、うん、らしい。だからベースかなんかで募集してて、うん、そうそうそう、多分数量限定とかだと思うんですけど、大体、うんうん、でもラーメン一杯に1万円以上出す人誰がいるんだろうって言って、うん、なんかその誰がいるんだろうっていう情報を聞いて行こうよって言った私もちょっとバカだなと思うんですけど、うん、行こうよって言っちゃったよみたいな。まあでもネタとして面白いですからね。いやネタとして面白いっていうか、でもいやちょっと無理しちゃったな。そうなんですか。そうなんです。夜もそうですからね。まああれはそのフランス料理はサブスクリプションっていうんですか、はい、まあ、毎月その月額払ってるから、うんうん、まあ、月に1回以上は行けるっていうか、うん、ちゃんと予約すればそのちゃんと行けるし、まあそのシェフも毎月メニューを変えてくるから、まあ楽しみは楽しみなんですけど、うん、でもねっていう。そう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 、これはちょっとな。シャンパンコール並みに超えてますね。シャンパンコールね。あ、それ。そうです。ゴー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 。ほらほら、真似したくなるでしょ。真似したくなるでしょ。せざるを得ないっていうか。おかげさまでね、ここの店行って、その16,500円の、なんかなんですかね、そのラーメン食べた、まあ、代償っていうわけじゃないんですけど、なんとですね、イケメン店員のね、個人ラインをゲットしました。何やってるんですか。ただでは倒れない。いや、なんかご案内くださいみたいな感じで、個人ラインですけど教えますみたいな、本当ですかありがとうございますって、本当初対面なのに。相手からですか。
まあそうですね、個人ラインですけどって言ってもらいましたね。まあ大体1万円以上のね、そのラーメン払ってその来る人絶対リピーターになるじゃないですか。まあそうです、そうです、ね。個人ラインの方がやっぱりダイレクトにね、来てくださいって言ったら行っちゃいますよ。うん、いや、行かない人じゃなくて、1回行った人はね、2回目3回目行っちゃうんですよ、多分。うんうんうん、それ寺子さん、ホストの手法と一緒ですけど今思ったんですけど絶対そうっすよね。だってホストも多分そうっすよ。そうですね、うん、そうですね。だから新手のやられてますよ。こう手のひらねいやでも面白いじゃないですか。でも絶対そうですよね。まあまあまあ、いやだからそのだからそのラーメン一杯にっていうよりはこのパフォーマンスとかこの兄ちゃんっていうかそのにちょっとお金払ってると思えば、はい、まあ、なんか私もほらガールズバーじゃないけどさ、うん、なんかキャバクラとかじゃないけどなんかそういう楽しみもあるのかなと。はははか実際だってこれってその、まあ、たまたま六本木店に行きましたけどなんかマカオとかにも出店してたことがあるっていう形で、うん、マカオってあのマカオですか。マカオ、うん、あマカオ、はいはい、だからそれはマカオで行きましたって言ってたから。うん、まあ確かカジノかなんかにあるとね、あの一番円だろうが、うん、そうですね、うん、100ドルだろうが食べちゃう気がしますね。うん、なんかすごいんですよ。なんかベッカムとかもイギリスとかなんかベッカムとかも来たとかって、うん、へえ、話題っていうか、あでもやっぱりこういうのって話題作りがすごい大事なんだな。うん、誰が来るのよっていうぐらいのなんかうんと高い設定で誰が来るんだろうって言って来ちゃうみたいな、うん、そういうサービスをまあ提供したら勝ちだなと。うん、だってね普通は1000円のラーメンがあったとして、16倍うまいかっていうと表現できないですもん。16倍にさ16倍、うん、ただただただ本当にあのなんかねよくわかんないけど払っちゃったみたいな。だってあれですよ、1万6500円だったら何が買えるか分かりますって言って、だからいろんなもの買えるんですよ。例えばとあのオリエンタルランドの一株が買えちゃうとか。へー、一株ですよ。まあ一株が安いか高いのかね。1万5000円台です今。あでも、ね、一株を買うかラーメンにつぎ込むかみたいな。あどっちが良かったら、ね、どっちが幸せか分からないけど。なるほどですね。えなるほど、うん、で考えるとちょっとやっぱうんうんってまあ株でお腹いっぱいにならないですからね。株でお腹いっぱいにならないけど最近はでもなんか結構銘柄とか見ちゃうよね。うん、さっきもなってずっとポーカーやりながら何やったかってなんかあのなんか株主優待とかでなんか何がいくら払えば何がもらえるのかなとかいろいろチェックしてたんだけど、はい、うんとか言ってなんかアナリストの予想売りとか頑張りいい職で買いってそんなにないんだよね最近。なんか大体売るっていう。なるほどですね。マキアイさんみたいな。いやあの私結構そのコロナの前はスカイラークっていうかもうジョナサンが大好きで、もうとにかくジョナサン行きまくってたから、まだ口癖のように用意してジョナサン株買うかって、まあ、要はスカイラークグループなんですけど、でもなんか見てうんと思ったのはなんかその株主優待ががっつり下がったっていうの得点が。あらまあ。まあ。まあいろいろありましたね。こういうご時世です、ね。だよね。あれですよ。あのいきなりステーキの株はね、めちゃくちゃ暴落してるから。ああ。いやあの値段になってんだったらまだ買えるなみたいなぐらい。なんか多分本当にあの私がなんだっけオンラインスロットとかの課金を一回やめれば100株買えるなっていう値段。安いんだ。そう安いんだか高いんだかっていう。最近すごい我慢してるんですよ。オンラインスロットに関してはちょっと思うことがあって、うん、ちょっと我慢してるの、うん、あの持ってるポイントだけを消化して、うん、だから課金をしないように頑張ってるんだけど、うん、でも一回課金するとねそのままやっぱりスパイラルにはまっちゃうんだよな、うんうん、そうですね、うん、ゲームで課金とかする人しない人二人ともしないゲームの課金。いやさすがに、なんだろうな、ものすごい金額は課金はしません。美課金ってやつですね。美課金って何？ちょっとだけある、うん、いくら単位ですか？100円とか多くて1000円とか。あ本当ですか、うん、ああ俺はなんかそういうの仕事でやってたんで、うん、まあ2万から10万ぐらいはやってたりとかしてましたけど、うん、でもなんかプライベートでオンラインゲームにハマった時に、うん、まあそれちょっと、まあ100ちょいぐらいはやっぱいるんだなぐらいですけど、うん、ただそこのオンラインでもうすごい人は月に1000万ぐらいの課金をするゲームだったんで、うん、もう、まあ、その人に比べたらさっきのあれじゃないですけど美課金になっちゃうんですけど、うん、まあその
世界が変わればゲームとかだったら、まあ、その例はしたことありますけど、うん、でもだからね、あの昔はさファミコンとかのそういうなんかその、ね、PC のハードなんかソフトとハードがあって、はい、まあ、ソフトを買い切れば、まあ、そのゲームで遊べるっていうのがあるけど、うん、やっぱりそのソシャゲっていうんですか、うん、はい、うん、やっぱあれはその終わりなきしないストーリーっていうか、そのゲームにその世界に入ってればずっと課金しちゃうわけだから、やっぱいい金づるだよね。まあでもね、その世界でこう幸福感が得られる、まあそれを対価としてお金を払ってるってことであれば、まあありって言えばありですよね。うん、なんかその世界で天下を取る、だからまあ、ね、課金をしないで頑張るっていうのもあるんでしょうけど、うん、課金しちゃうとやっぱね。ソシャゲでも課金してる人は大概麻痺してるだけだと思いますよ、うんうん、それもあるそうです あれですよ、そのトラコさんはともかくとしてあの、よく有名なソーシャルゲームのやつで、うん、こうもう重課金 その目指してるものがある人はまた違いますよ、うん、なんか1位になりたいとかある人ですけど、うん、ちょっとなんかこう課金してる人はもうちょっとしたら出るだろうみたいな、うん、パチンコの感覚あのガチャってやつ、そうそうそう、とかのそれに近いと思います、うん、もうちょっとでもう一回回せるだろう、うん、あー使っちゃったみたいな、うんうんうん、その感覚の方が使う、うんうん、ね、であっという間の100万円、うん、いや株オリエンタル何度も株買いたいなって思えたらなんか情けなくなってくるねこれね。もう今となってはね、あのポーカー 何回トーナメント出れるとか、うん、さっきの話じゃないですけど、うん、1万6000円だったらね、フルスタックで5回、ね、3回は出る、うん、普通のだったら5回出るなっていう感想とかになっちゃいますけどね、うんうんうん、なるほどね。いやポーカーってね、なんかそのまあね、私たち3人の共通項って何ですかって言ったらポーカーですっていうしかないと思うんだけど、やっぱポーカーの話をすると、いやポーカーの話をする、ポーカーの話をしない、まあ大体どういうことですか。いやわかんないんですけど、はい、まあ私も今ポーカーやってから来たんですよね。やっぱり自分の主催のトーナメントね。いやでもなんかあの、まあ、今日もポーカーのね、そのトーナメントを主催しました。明日も、ポーカーのイベントやりますみたいな感じで、うんうんうん、まあ、店以外にもいっぱいポーカーのイベントやってるわけだけれども、うんうん、なんかあのどこまでが遊びでどこまでがなんかそのポーカーのビジネスしてるかもだんだん分からなくなってるもんね。そう、まあ、でもね、お店が変わればこうね、来てくださるお客さんも変わったりとか、まあそういった意味ではいろんなね、うん、あの方とこう知り合いのきっかけになるっていう意味ではポーカー面白いですよね、うんうん、なるほどね。ね、まあ、ぜひ一度でいいから食べてみたいって、さっきの話か、さっきの16,500円の話、ね、いや全然食えるだろう。いやもう、いやなんか食べたいですって言えば、分かりました、じゃあ食べに行きましょうって話になると思うんですけどね。そうですね、うん、むしろちょっと福林さんの付けで食べに行きますか。いやダメです、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 いやめっちゃお世話になってるんで、今日もいっぱいなんかあのなんだっけ、ディズニーグッズもらったんですよ。おー、うん、本当にありがとうございますっていうかね。もうコレクションいっぱい してる方ですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、もしかするとね、来週来てくださるかもしれませんみたいなね。なんか晴れてれば、うん、多分来て、晴れてればあ、そうそう、みんなに言わなきゃいけないんですけど、私来週いません。あら、番組あらメインパーソナリティなのに。あら、じゃあこの辺にあれですか、クマかなんか座らせておきます。え、どういうこと、どういうこと、なんか代わりのやつですね、よくある。そうそうそう、誰か来るでしょう。いや、不在の中人形置いておくと怖っ、のろし。よくありません、番組とかで、そう、あの放送事故かなんかで、ね、放送事故、例えが悪い。やばい、そうなんですよ、なんか GoTo トラベルみたいな感じで、うん、来週でしたね。で、まあ、10月31日に AGPC のリリース出て、まあ、ファイナル10 まあ、ファイナル10って言っても Day2 っていうかその、ね、10人でしょ。でファイナルが8人から、うん、だからあのなんかそのなんだあの2人ってかその10位9位で飛んじゃうと、うん、多分放送にも乗らないみたいな。でもあれじゃないですか、あのなんだろう、デイワン通過しましたで、ね、インタビューされてたじゃないですか。ああ、出てるんですか。インタビューっていうか、なんかあのカメラに向かって好きなことを話した、うんうん、あ、なんか見ました、見た見た、なんか私何言ってました？え、言ってました。あの、なんだろう、あの、ね、あの、恥ずかしくないプレーをしましたみたいな。いや、心がけてることは何ですか？あ、心がけてることは恥ずかしくないハンドがテラコらしいなっていうハンドで、あの、ショーしたいっていう。それなんか AJPC のそういうツイッターとかのリンクとかで、うん、見れたんですか？なんだろう、動画を流してましたね、AJPC。うん、
そうそうそう、あなたにとってポーカーなんですかって、あの、まあ、後半 のなんかライフとなんか共にみたいな感じのことを言ってましたけど、うん、そんな重たいもんなのかポーカーってっていういや重くないかどうか重いかどうかわかんないですけど、めちゃくちゃポーカーばっかやってますよね、うんうん、俺もこの前なんかインタビューされましたけど何も使ってもらえなかったですけど、誰もいや JOPT の会場で突然インタビューいいですかっつって、実はあの H さんと一緒に行って2人で撮った出たって、何それでインタビュー受けたんですけど、どこで見れるんだろうなっていう感じの、いっぱい人がいるからなっていうなハプニングが実はあって、それが一番面白かったんですけど、なんと、なかなか、いやいいですよね、寺子さんぐらいだとインタビューそういうのいや違いますよ、そのなのでレース通過した人はみんなそのインタビュー流しますっていうことを言ってて、あれなんかあのずっと実況やってたから、そのプレイヤーで出るってことも全く考えてなくて、まあ、大体のなんかリリーストーナメントとかもなんか半分ふざけて得るものかぶり物とかして行ったりとかしてでもなんかキクミンが何年か前かなんかにその足をたまたまその会場で見かけて、なんだろうあの人って、なんかちょっとよくわかんない、あの得るものかぶり物とかしてて、なんかあのよくわかんないけどなんか楽しそうにやってるっていう印象があるんだけど、でもやたら周りの業界人と挨拶してると、なんでこんなにあれなんか挨拶して、得るものくせに、得るものくせになんでこんなに挨拶してるんだ、え知らないのみたいな話になって、あの人は古い人だっていう話になって、ああそうかって、そうそうそう、それが、うん、なんかあのキクミンが私を初めて認識したっていう、出た出た、あ、これこれ、ことを意識して普段ポーカーをしているかということに関しては、必ずまあ時々ですね、まあブラフしないわけでもないんですが、ショーダウンした時にやっぱり恥ずかしくない、もしくはあ寺子らしいなって言われるようなハンドを開けるような、まあ、そんなことを意識しながらポーカーしています。優勝するためのイメージもちろんあります。今まではどちらかというとプロモーター、ポーカーの実況、それとあのお店を運営したりとかイベントやったりとか、人にポーカーを、まあ、広げていったりとかいうのがあるんですけれども、まあ、コロナ禍でなかなか海外行けないですけれども、やっぱりあの、まあ、海外でもっと大きな、トーナメントにチャレンジしたいなっていうイメージがあって、まあ、最終的にはラスベガスに移住して、あのばあさんいつもあのテーブルに座ってるよねって言われるような人生を送りたいと思っています。そのためには、ポーカーを優勝して、あ誰からもあてらこさんって言われるような存在になりたいと思いますので、その夢のために、これからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張るよ、ラスカル応援してねなるほど、うん、はい、なるほど、はあ、はあ、はあ、結構長めの、はあ、長いですか。いやまあまあまとまってましたけど、うん、長いですか。いや結構時間的にですよ。別にその長あのコメント言ってるのが長ったらしいっていう意味の長いじゃなくて、うん、長い。でも目のクマやばかったよね。クマやばかった、いや超やばかったですね。いや寝不足なのみたいな感じいやあんまりね、その、まあ、レディーストーナメントもその出た時に、まあ、どうなんだろうと思ってたんだけど、いや その通過するイメージってあんまりなかったんだよでちょうどあオールナイトテラコの前かで、このポケってこの隣の蔵前なんですけど、浅草たちのね、はい、東北県内にあるコーナーポケットで、ああ3時からポーカーできるのか、ちょうどいい時間潰したなぐらいしか思ってなかったのねそれだったんですね。通過するイメージはなかったけど、うん、優勝するイメージは出てきたわけですね。あれみたいな。いや、てかワンチャンっていうか、まあ、下から風とか早いけど、うん、でも、まあ、なんかちょっと手に届くところに来たじゃない。うん、まあまあ。どうなるか分かんないけど、やっぱバブルはバブルだし、うん、でも通過は通過だから、うん、ね、でも女の JOPT も私ね、いまだに出たことがないの、サイトも含めて。あ、私も全くないですね。ところが本当は私10月24日の夜 JOPT 会場にいたんですよ、ちょっとだけ。え、24日っすか。あ、うん、24日土曜日ですか。うん、はあ、はあ、いた、へ、いたんだけど、いたんだけど、なんかそのあ、まあそれこそフランス料理食べた後に、外苑前から銀座まで、銀座線で乗って、でテクテク歩いて、バグース行って、あーって言って、なんか知り合いいっぱいいなって、お疲れ様ですみたいな話をしてたんだけど、なかなか受付にの目の前に立ってるのに、全然話あの受付の人が話しかけてもくれない。あ、うん、でも多分あの日ってあんまり、うん、
まあ、十分詳しくないですけどギルド系というか、うんうん、なんか思たる人いなかったかもしれないですね受付。あよくわかんないですけど、うん、それで、うん、なんかあの、まあ、要はその、まあ、JOPT のプラチナムがあり、うん、その後になんかターボのターボバウンティーがあって最後なんかあの本当にすごいなんかあのハイパーターボみたいなのがあって、うんまあ、3万円1万円5千円みたいな、はい、でおしなんかその、ターボバウンティーも30分押しかなんかで始まったとかって言ってて、うんうん、あそうですね、うん、でウェイティングがすごい発生してて、うん、だから受付すらしてくれないみたいな状況で、うん、連れがもう怒り出しちゃってどうすればいいのって言っててあのお待ちくださいってそういう一言もなくてって言い出しちゃってあれちょっと空気がやばいぞみたいな感じになって、でどうしようかなどうしようかってそんなに待つんだったらしかも待ったあげく、うん、これでもどう見てもこれオールインシュートアウトだよねこのゲームみたいな、うん、これで1万円かってあの1万6500円惜しみなくそのラーメンであ突っ込めるのに、うん、なんかオールインシュートアウトに1万円突っ込むっていう気持ちになれなかったんで、ね、いやラーメンは30分ぐらい楽しめるかもしれませんけどオールインシュートアウトも本当に一瞬なんでいやでもね、うん、それがねもしかしたら肩だけでね、うん、まあでもねハサウェイもねターボ寄りですから、まあ、慣れてるといえば慣れてる感じ。いやそんなことないんですよ私だって、昨日のリンパパ系オーバウンティー一昨日か、はいはい、あの2回とも上手山くんにクラックされたもん。最初がなんだっけなあの、まあ、向こうがの向こうの先に対して、まあ、あのまあ、SQ オフだと向こうがね、うん、でもまあその、まあ、自分が、まあ、ちょっと リンプして、まあまあまあ、受けようと思ってたのが8のポケットペアって、まあ、上手雨くんの、うん、なんだっけあのマイハンドだったから、まあ、受けますよって受けたんだけど、うん、まずそれ飛ばされ、うん、まあなんかあのペロペロペロってやつですよ、うん、でその後もあの、まあ、レッドでもう一回入った時に、まあまあ、同じようにエーシーズが入って、これは引っ掛けようと思って向こうが入れてきたんで、うん、はいはいコルコルスって入れたらなんか向こうはマックしたがってたんだよ。で私エーシーズで向こうエース5なのに、まさかね、うん、ボードに5が 2枚落ちるっていうね。うん。ポカラってそんなもんだよ。うん、そうですね。そうそうそう。いや別にね、無敵の悪いとかするんじゃないんだけど。なんか最近調子はいいみたいですね。JOPT もなんか普通に残ってたし、メガスターですけど。ああ、そう、お父さんじゃなくて。いや、本人だと思いますけどね。うん、あ、そうです。24も言いましたよ、多分。あ、そうそうそう。だって、あの某ディーラーの写真を、キクメンに送って、っていう、うん、やってましたから。あそれがキクミンから俺に来ましたから、ね、連絡。ね、25日は飛んだからって言って、なんか、うん、でもいい格好してんな、どうしたのって言ったら、でもさ、あの、事後報告になるんですけどって言って、どうしたの何がと思ったら、いや、JOPT でやらせていただきました。すごいじゃんって話してって、うん。あ、ディーラーもやったんですね。やったって言ってましたね。飛んだからっていう理由らしいですけど。うん、すごいな、なんか向上心、なんかね、あるなぁなんて思いながら、まあ、そんな話を聞きながら、まあでも、まあ楽しいなって言いながら、そのね、なんか職場でありながらみたいな、スタッフと遊んでしまうみたいな、そういうのはありますね。まあ、その調子がいいわけじゃないんですよね。たまたまその環境にいたというだけで。なるほど。そうなんですよ。いやでもポーカー疲れるよね。疲れますね。いやでもなんかやっちゃうんですよね、うん、一回やると。自分もメガスター、うん、昨日出て、はいはい、まあ途中で30ぐらい飛んだんですけど、うん、そのままなんかまあ最後はね A 金で8ポケットエーシーズとぶつかって、うん、釣り上になって、うんまあ、エーシーズが順当に勝ったんですけど、うんまあ、その後はーっつって、うん、で30ぐらい飛んで、まあ、ちょっと飛びましたみたいなツイート したら、まあ、そのままちょっとね、あのバラハっていうところ のデータ始まりました始まりましたってなって、うん、マジかよと思ってもうこれいけってことなのと思って、うん、近いしね近いし でもなんかこう何度で飛びましたってコメントしてる間についちゃって、うんうん、でそしたらまあその日それで優勝したんですよ、うん、夜なんと FT で25万しかなくて、うん、でチップリが140万ぐらい持ってたんですよ、うんうん、すごで結果俺があの上位3名が入賞でそのまま終わりみたいな感じだったんですけど、うんうん、俺25万からその時、246万まで増やして、圧倒的チップリになって、まあ、次がなんかもう30万15万ぐらいの、うんうん、もう2位3位ぐらいみたいになって、うんうんもう全部投げ倒してるなんか、その方が JOPT 欲しかったんですちょっと遅かったみたいな
なぜじゃっつって言ってくれって話じゃない。そうそうそう、だありまして、でもまあそのやっぱり一回ちょっと続けてやっちゃうんですよね。うん、しばらく離れてるとなんかもうやんなくていいみたいな、なんか他の趣味とかゲームとか、はいはい、なんかまあいろいろあるんでこの世の中なんですけど、一回やっちゃうともう連続してなんかずっとやりたくなっちゃうんですね、ポーカーとか特に。確かに、うん、ポーカーはそういうところがあるんですかね。ありません。どう、いやどうでしょうね、見てらっしゃる方とかコメントあれば。ああそういうことですね。いやなんかやっぱりなんかね、みんなあのなかなかコメントくれないよね。なんか意外に誰も聞いてないのかと思えば見ましたとか聞きましたって後とかで言われるんだけど、じゃあコメントしてくれよって感じなんだけど。まあポーカープレイヤーとして、ポーカーのね、そのある種のこう今ね、レクさんがおっしゃったようなこう中毒性みたいなのを感じるかみたいな、ね、うん、でもなんかオンライン勢なんていつもずっとなんかオンラインの参加してるイメージありますけどね、ずっと。そうだ、私この間百花繚乱出たわ。あのあ、百宝さん、百宝さんで、はい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 、いや実はね、そん時マジガチでフランス料理食いながらですよ。こうやってやってたんですか。あ、そう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 、うん、ひどい。百宝さんといえばあれでしょ、アロマカフェポーカー会に。あ、なんかそうみたいな、うんうん、あ、今度出るらしいですね、うんうん、言ってました言ってました、うん、今日さっきあの冬くんがあの上野のポーカー来てくれて、うん、なんかあの来るんですよみたいな話してて、うんうんうん、ありがとうございますってあの寺子さんの紹介でって、世界の北澤さんが来てくれることになりました、はみたいな。あれ寺子さん言ってくれたんじゃないですか。あ、まあまあまあ、いつもアロマの話はしてるっていう話をしながら、うんうん、それ普通の参加じゃなくてですか。いや、まあ普通に参加。え、その時は寺子さん行くんですか。行かない。 え、いつですか。いつでしたっけ。まあアロマの、だから、ね、あれでしょう、第3え水曜日じゃん。違う、え、もっと早いか。あ、でも平日でしたね、確か、うんうんうん、ちょっとこれはあのミントリクさんのページで見るのがあるかな、ね、うんうん、なんかまあ百宝さんね、うん、出るっつって、うん、あれもでも寺子さん、うん、結構残ってませんでした。そうだ、14位ですよ。あ、まあまあでも、いやもうかなり微妙、うん、いや、うん、いやでもね、あの私の中のハイライトはあれですよ、あのエンペラーさんを、はいはい、すいません飛ばしちゃいましたって。ああ、それだけですね、私の爪痕残したのは。まあまあまあ細かいところありますけど、なんか8のポケットペアで、あ、じゃあそんなにね、レーズインしてないっていうかね、そんなにポットも獲得してないし、うん、そんなになんかあのたくさんやってないんですよ、うん、まあ、最初ちょっとヘマしちゃったりとか、なんか反動必ず反動消費しなきゃいけないのに、なんかよくわかんないけど、なんかピッと押したら、うわーキャラクター出てきた、うぜーみたいな。すいません、操作が操作ミス。で、しかもなんかあの、まあ、リンプに対してあのなんかあのなんだっけな、あれですよ、あのそれこそあの人、ほら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 、兄さんの人、兄さんの人ってハイビさん、ハイビさん、なんで今ハイビさん、ハイビさんってなんかね、ちゃんと画像となんか赤ワンとかって出てるのに、なんでハイビさんが今出てこなかったんだろう。そうそう、赤ワンって言ってもらえればハイビさんって言ったら、オリオンビールですね。兄さんの人とか俺じゃん。だからね、ハイビさんがね、あのレースしてきたんで、私ね、その序盤でね、オールインしたんだけど、うん、ハイビさんえっていう感じで、うん、まあ、S10勝して降りたんですけど、彼はね、私はエースクイーンだったんですけど、うん、ごめん、クイーンが出せなかったの、あのキャラクターバーって出てきて、すいません、操作慣れなくてすいませんって、エースだけペロみたいな。そう、チャットでエースクイーンですとか言って、ごめんなさいって謝ったら、わかるわかるって言って。うんうん、いやまあそれからね、そんなになんていうの、ハンド参加するためにキャラクターがわーって出てくるからうぜーと思って、なんかよっぽどいいハンドじゃないと行きたくないみたいななっちゃったの、ちょっと、うん、そう、それでまあちょっとなんだ、フランス料理食いながらだったんで、まあ、あのなんか一瞬置き分けにしようかなと思ったら、いやいやっつって、たまたまのなんか隣に座ってた連れもポーカープレイヤーなもんで、いやいやいや、これはもう絶対あのそんな置き分けとかしないで毎回ハンド一応見ましょうと諭され、あしたっていつも置き分けにしてほっといて、で戻ってきてってやるんだけど、うん、今回はまあそういうふうに言われたんで、とりあえずやるかと、うん、一応まともな戦い方でした。だ一応、まあ、見て大体フォルト、うん、大体なんだけど、でたまになんかブラインドヘッドで、私のね、下茶が土川さんだった、うんうん、なんかすいません、ブラフしちゃいましたみたいなことがあったんですけど、
いやそれがあんまなかったな、うん、あんまり見せ場もなかったけど、そのサーモンエンペラーさんのミニマムレーズに対して、私もレーズした時に、まあ、エンペラーさんコールして、うん、なんかエンペラーさん突然オールインってきて、うん、えっとか思っていきなりオールインってきたのって、なんだろうと思って、で私実は8のセット刺さってるの、うん、はいはいこうって言ったら、トップヒットで、うん、でスパーン飛んでって、うん、あた時にね、隣がね、おなんかうおーとか言って、うん、なんか言ってて、エンペラーさん飛んでったとか、うん、それはなんか確かにすごいなと思ったけど、うん、でもそれ後にも先にもそれだけです、うんうん、なんかね、あの光栄だなと見ながら、うん、本当に強いのは知ってるので、うん、そうですね、エンペラーさん、うん、でまああとはもうなんかよくわかんないけど自品になって、まあ、クイーンズ来たんで、まあ、レーズして、うん、相手がなんかねかぶせてきたから、まあクイーンズだから、まあね2分1でオールインってしたら相手がエースキングオフで、うん、でまさかのキングが2枚落ちてさよならって、うわ2枚はいらないよみたいな、1枚まあ1枚でも負ければ負けですけど、まあ、まあでも、でも降りれないですよね、オールインって言われて、クイーンズ降りれます？いやー自分スタックなければ無理じゃないですかね、うん、もうショートですからね、うん、入れるしかないんですよ ね、コミットしちゃってるんで、まあ、プリフロの段階ですけど、うんうん、まあそれはではね、じゃあそのねもうクイーンズ捨ててじゃあどこで行くんだって話になっちゃうんで、うん、まあ、そこは、まあ、まあ爪痕は残したかなって、うんうん、まあ8位まで ね、残れば今ねだったのかもしれないんですけど、うんうん、まあ微妙だから、要は、ね、残り2テーブルまでは残ったよっていう、うん、とこだけど、うん、まあ集中してポーカーやってたかというと、すいません本当に飯食いながらやってましたっていう世界なんで、100歳に怒られますよとか言って怒られない、いやいや、あのあれなんですよ、もう2回100さんのそのまあなんていうんですかね、今回のそのなんてポーカー、そのオンラインポーカーで、うん、まあ、こういった招待選手制の、うんうん、なんかいわゆるなんかね、最強戦的な、うん、あ達人戦か、うん、とか誘っていただいての今回3回目 で、うん、で2回でも私あの本当にあのまああれなんですよ、あのどちらかというとゼニゲバプレイヤーみたいな感じで、うん、2回とも言い真似してるんですよ、達人戦、実はコインポーカーでやった時も KK でやった時も、うんうん、いやそれが大体作戦が一緒で、置き化け作戦、うん、みんなが飛んでくのを待って、そうみんなが飛んでくのをひたすら待つっていう、でなんかあのちょっとすいませんって言って、あの頭がぼーっとして、最初の時は本当頭ぼーっとしてて考えたくないからもういいやと思ってコインポーカーでやった時本当置き場けにしてて、で最下位になったら戻るかっていうそういうやり方を最初にやって、うん、でもねたまたま戻った時っていうのは割と恵まれていて、点図とか入って、うん、これはもう行くわみたいな、いや行かない、なんかミニマムレードかなんかしたのか、うん、まあでもそんなにたくさんドンと入れないんですよ、うん、もうほとんどショートなんですけど、まあなんか軽く刻んでレーズして、でフロップに点2枚落ちてチェック、うん、えげつな全力チェック、うん、で、まあ、まあまあ結局相手がボンって入れて、はいはいコールコールみたいな、うん、それはスーパーナッツです、うん、っていうのも、まあ、多分相手もフレア使わなかった、いやいや全然クソブラフだった、何にもなかった、なんかキングハイかなんかはなんか分かんないけど、うん、全く何もなくてエアで打ってたっていう、うん、いやもうなんかそういうの捕まえるのが楽しかったですね、うん、ポケモンみたいだなみたいなところがあって、うん、なんかそういうのはありました、うん、で2回目もやっぱそのなんか置き化け作戦とかやったら当てたって言ってでもうキャオさんにはバレてるね、私あのその置き化けっていうのを、でもね、本当になんかある程度チップ持つと本当何もしないみたいな感じで、うんうん、ほとんど見ないんですよね、うん、だからオンラインなんか別になんか離席してりゃいいだけの話なんで、うん、まあ、その間なんかねブログ書いてるとか、うん、なんか他のなんかそのメールのチェックしてるとかって言って戻ってくると 2,3 人ぐらい飛んでるみたいな、うん、のを繰り返して、まあとりあえずインマネのラインぐらいまでは粘るという、いやもちろんねそのバブルの前にその最下位とかなっちゃう、その時はねもう本当もう本当にしょうがないから、うん、もうこぞって言う時ほぼほぼほぼ降りてこぞって時だけ入れるみたいな、うんうん、それでまあ生き残るっていうパターンだったんですけどね、うん、まあ、どっちも今ねしました、うん、全逃げばそうですね、でもブラインドで削られるからなんか俺は怖いですけどね、うん、そういう作品の方がまあぶつかんなくて生き残る可能性が多いと思うでしょう、うん、だからどこ見てるかっていうと、あでもねあの置き場けにしててもあの離席してるわけじゃないんですよ本当は、うん、順位見てるんですよ、はあ、今何番目何人中何番目とか言って、うんうん、そういうの見てる、あ
だからハンド見ると行きたくなっちゃうじゃない、うん、見ないそう順位だけ見て、うん、そこも見ないですか。えスタック、まあだからその若いんで下から数えた、まあ まあ、まだいけるまだいける、あと下に3人いる2人1人あ私が一番下になったじゃあ戻るかみたいな、そういう感じいやもうなんかみんななんかよくわかんないけどなんか 10BB 切ったらとかなんかあの 30BB だなんか 20BB だと戦えないとかなんかよく言ってるけどありますね。えチップ1枚でいいじゃんみたいなまあチップ1枚からでも勝ち続ければ負けないですからね。な要はそのトーナメントの醍醐味ってまあ、チップをちょっとでも持っていればゲームにはなんか、まあまあ、いわゆる続行ですよね。はいはい続けてって、だからブラインド一周守れば例えばビッグで一回、まあ、勝てば大体まあ大体もう一周いけるみたいなところがありますよね、うんうん、なんであの、まあ、粘りというか、うんまあ、よく私もねしぶといって言われるんですよ、うん、なかなか飛びそうで飛ばないみたいな、うん、それもなんかクソタイトプレイヤーだし、さっきもあのまあそんなんだ上野エースまでやったポーカーとかも、はい、まあなんか特に何かやってたわけじゃないんですけど、まあ、最後のラスト3ぐらいまで残ってるんですね、うん、で、まあ、残り5、6人ぐらいの時になんかあの、まあ、例えばレーズリレーズオールインみたいなのが入るじゃないですか、うん、でレーズが入ってであの、まあ、自分もそんなにポジションがいい方じゃないんで、うん、一応オーディエンスって言って、うんまあ、すでに飛んだ、まあ、あの人たちにこれちょっと見せて、うん、これどうするどうするって、ちなみに私エースクイーンのオフだったんですけど、うん、捨てたんですよ、うん、え入れないんですかって入れないでしょって先にだってレーズしてだってオールイン入ってんだよみたいな、スリーウェイぐらいになっちゃって、うん、エースキングとクイーンテンとあとなんか忘れたけど、うん、なんか4ポケだったかな、うん、いやもう行かないでよかったよね本当に、うん、クイーンテン勝ったってことですかね。いやあちなみに昨日のイベントのハンドショーがクイーンテンでした、はい、ものすごいチケット出たはい、だから勝率高いんだよクイーンテン、うん、なんだなんだ言ってさクイーンテン高いですよね。高い、うん、なんかあれですよ、フーシーさんがクイーンテン入れたら、うんうん、ヌノさんにクイーンズで飛ばされたっていうのがありましたよ。さすが見てます、うん、だからあのちゃんとフーシーさんのやつにヌノさん許さんってこれ俺はファミドして今度ヌノさん、ね、飛ばしてやろうっていう。結局でもね、フユ君もヌノ君も、ね、そんなにまあまあそうあれどこまでいたんだろうな、うん、なんかそうだよね、なんか布くんも飛んでたな、うん、なんか途中でな、うん、いやポーカー面白いよね、うんうん、なんかまあ初めての人がいたかどうか置いといて、昨日も昨日ってそのなんだ上野様でやったポーカーもなんだかんだ2択ほぼ待ってて、うん、いや上野様請求ありがとうって言いたい反面ハサウェイが寒かったみたいな人いないどうしよう、開始30分ぐらいにやっとトーナメントが始まったみたいな感じだったと思うんだけど、ええー、って2人しか来てないのちょっとやばいよとか難しいよね、なんかそのお店とイベントと両方両立してその回していくっていう、そのなんか分散しちゃう感じが、で特にあの今回やっているそのまあなんか新橋ハザードでやってるトーナメントがまああのね、ちょっとなんていうの新シリーズっていうか新しくやってるトーナメントなもので、うん、12月にその最後のファイナルズがあるんだけど、うん、噂に聞くと永田町とかで、まあ、国会なのかな、うん、なんかがファイナルの会長だとか言って、なんかそれもそれで面白そうなんだけど、うん、KK ポーカーね、あそう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 、ああ俺それ昨日パラハで優勝しました。パラハで優勝ってパラハでやってたんですよ、それサテライトのやつ、あサテライト、俺チケットゲットしましたけど、はいはいはい、あれうちでやってんですよ。あ、そうなんですか。やってます、やって。国会議事堂の中でやるんですか。らしいです。へー、議事堂じゃないのか、永田町って書いてあるんですよね。あ、永田町。うん。すごいな。だから、でしかもそれをその JOPT とか WPT とかスペイディとかと同じ団体がやってるイベント、はい、うん、そうなんですか、うん、そうハンターサイトがやってるもんだから、だからうちもやろうかなって。なんか思ったんですけど。はい、やっぱりね、難しいですね、告知の仕方が。ポーカーギルドとかには載せてますけど、うん、あんまり知られてないというか、うん、うん、でなんか紛らわしいというか似てる名前のポーカーの、ね、トーナメントパークとかして、うん、いやそっちじゃないんだよなとか、アプリのやつです、ね、だからオンラインとオフラインとかでやっぱり住み分けがあったりとかして、うん、やっぱリーガル的なところでやっぱね毛嫌いしたりとか、うん、なんかそうね、本当にどうなんだろうな、うちはやらないとか、うん、もううちはやるとか、うん、なんかいろいろ話を聞くし、なんかジレンマみたいなのがありますよね、なんかお付き合いでなんかトーナメントしようかなとか、うん、
あ、難しい差を感じますすごく、うんうん、なんかいやでもすごくあの企画的には面白いと思うんですよね、うん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 、そのなんかタイトルとかそういうのもどうなのか分かんないけど、本当に国会議事堂っていうかね永田町でできるんだったらちょっとワンチャン出てみたいなっていう、うん、でしかもちゃんとその企画書には弁護士の名前とかも書いてあってリーガル的にはチェックしてますっていう、うんうん、あすごいですね、うん、だからやっぱコンプライアンスの部分とかポーカーってやっぱりその隣り合わせ非常になんかあのまあねあのまあ難しいところっていうか、うん、そのまあイメージもあるんですけど、うん、それ以上にやっぱりなんかまあ間違った取り組み方をしてくるとすぐアウトなので、うん、まあ、そこはあの気をつけてやっていかなきゃいけない、うん、もうそういうのをやっぱ団体にちゃんと守られている団体がちゃんと精査している、うん、まあ、あの専門家の方のご意見とかもついているお墨付きっていうんですか、うん、いやそれを見て、まあ、やるかやらないかは判断するっていうところで、うん、まあ、まあいいかなっていうか、うん、まあすごいあのいろいろその思うことはあったんですけどやってみようかなっていうところですかね、うん、まあ明日も明後日も実はっていうか火曜日も水曜日も3日連チャンで同じサテライトを用意やるという、うん、うん、まあわかんないです、だからまあ知られてないのもあるのかもしれないけど、うん、どのぐらいの人が狙ってるんだろうなっていうのはやっぱりちょっと、いや多分知られてないがやっぱそのアプリと混合してるっていうのはよく聞きますね、うん、まあ、あと多分まあその知られてないですけどプライズがどれぐらいなのかも多分みんな分かってないじゃないですかね、うん、そんなリンクとかあるんですかね、そのなんていうんですかね言われて飛ぶ先とか、うん、なんかそうですねあったような気がします、まあ一応そういう情報はねあるはあると思うけど、うん、まあでもそれが知られてるかどうかってまたちょっと別の話でね、うんうん、まあそうですね、まあ、でもそのトーナメントの方がまあよくねポーカープレイオッズがいいとか言いますけど、うんうん、まあ、そうは言ってもじゃあ2人 で, じゃああのでやっと3人だったからスタートしますなんて言ってじゃあ何人来たのかなって、まあ、ちょっと昨日の結果を見てみると、はい、うん、いやあのスタートがそれぐらいだとね、なかなかなんですけど昨日はねあの参加した人数は8人なんですけど、うん、なんかメンバーがねそうやばいんですよ結構、でもね15エントリー入ってるんですよ、うん、あーリエントリーしたんです、なるほどね、リエントリーが結構入ってるかなっていうところですかね、うん、うんうんうん、そうなんですよ、まあちょっといろいろ言ってますけど、はい、うんうんうん、そうですね2枠ですか、2枠ですね、うん、15なら、はい、13エントリー以上で2枠なので、うん、はい、そうですね、まあ、まあ、まあね、今後も、あ、そうそう、ハサウェイといえばね、この間、あの、キリバン1000人達成したんですよ、お、おめでとうございます、そうですね、ありがとうございます、すごいね、だって4月にプレイオープンって1日だけ開けて、で、6月15日から4ヶ月強くらいで1000人達成、うん、いやそんなにいるんだって、うん、いや、一応ね、番号っていうのは、まあ、新規のお客様に対して発行するので、うん、まあ、新規お客様を1000人目ってことです、うん、だからその4桁台突入っていうところで、うん、なんかまたね、なんか次何かやろうかなって、まあまだ全然ノープランだけど、うん、1000人突破記念トーナメントとかなんかハウスでやろうかなとか、いいですね、でも全く何も考えてない、うん、言う思ってるうちに何もやらないで終わっちゃうんじゃないかと、やるんだったらあれですね、こう早めにっていうのかな、すぐ2000になっちゃうかもしれない、うん、いやそんなに早くはない、ね、でも4ヶ月ですよね、うん、結構なんか1回聞いてから、うん、結構そのあこんなにいるんですねから1000人に結構早かったじゃないですか、うんうん、そうですね、なんかあの800人ぐらいになった時はまだ1ヶ月くらい前だったので、うん、まあ、そういう意味では1ヶ月で200人っていうのは結構多い方なのかもしれないですよね、うんうんうん、多いですよね、うん、1ヶ月200人ですよね、うんうん、そうですね、うん、まあ、なんかそんな風にねだらだらと話してるうちに、まあ、もうあの番組もね、終盤になりましたんですけど、うん、なんかお知らせがあるんですか、あ、ですね、あの実は告知がありまして、告知なんですか、はいはい、あの番組応援の会の会員さんを募集していますということで、うん、このさまざまな特典が用意されている生放送金額、これ抽選ってありますけど、まあ、多分ほぼ、まあ、あのそんな抽選になるほど来ないんじゃないかなと思うんで大体これで応援する番組 MC とのイベント、まあ、大体テラコとあの、ね、なんか絡めるっていうか、なんかジョインできるみたいな、はい、で生放送のテレビ電話が抽選であるという、うんうん、あのテレフォン賞金みたいなもんですかね、あ、まあ、どちらかというとミノモンタの、ね、奥さんどうですかみたいなそっちなのかもしれないんですけど、まあ、そういったことはあると、あとは何かあるんですか、あとはですね、これが
お預かりしてみますね。はい、何ですかね、この鳥越アズリエさんは見て聞いて参加できる放送局です。あ、ネット型テレビラジオです、見て聞いて参加できる放送局ですっていうことで、まあ、懸命に番組の受領へメールをお願いいたしますって、あの1年間有効で会費は1万円ですということで、まあ、応援してくれる人、そうです、ね、まあ、募集してるということですね、はい、で次回は11月の2日になります、文化の日の前日なんですけど、私いません、はい、いないですけど番組はやります、うん、はい、この2人があの責任を持ってケーブルのゲストの方をお迎えしますので、そうですね、で私多分遠隔操作っていうか、あの出ないんですけど投稿はしようかなと思ってますので、うん、ぜひ来週11月2日の放送もですね、あの皆さん参加していただければと思います。そうですね、はい、コメントをどんどんいただいて本当頼みます、皆さんの支えがあってできる、ね、その番組ですから、はい、まあ、あのあっという間の、ね、2時間でしたけれども、はい、またお付き合いいただければと思います。それではまた来週、はい、ありがとうございました。また来週、はい。